ポチッとな。これは第一の悪と同じか。ああ、俺にはそう見える。クラウスはすでにこの紋章を見ていたのだな。そのはずだ。一体この紋章にはどんな意味があるんだ。錬金術師ディアマンテス。はい、そこまで。イリス。ジョゼフ、久しぶり。得意になって喋ってると殺しちゃうよ。もっとも誰もここから出す気はないけどね。元気そうだな。レオのおかげ。あっさり私を切り捨てようとしてくれたあんたのおかげ。おい、ジョゼフを神殿へ送り届けろ。そうはいかないな。物知りさんは邪魔だからね。そのでかいのを頼む。俺はイリスを引き受ける。いました。わお、金属の巨人を撃破する。黒鉄の巨人、黒鉄、白騎士を思い出すな。なんだこれ。え、これなんだ、どこが弱点。あ、これでいいのか。わお、こいつとは初めて戦う。頭でいいのかな。いや、でも属性が今ついてるからか。バーン、やっぱそうだよね。え、一撃死。え、頭は危険すぎる。弱点どこだ。頭は一応弱点。あ、そういうわけじゃない。別に頭は弱点じゃない。あ、怒った怒った。これ揺さぶるでいいのか。なんか発射してるけど。わお、またかい。え、全然スタミナ減らないんだけど。え、スタミナが減らない。揺さぶるはダメ。攻撃の方が減るな。どこか狙う方がいいのかな。揺さぶるはダメだ。ええ、ちょっと待って、何が起こったのかよくわからない。揺さぶるはダメ、ダメか。あそこだ。あのちょうどケツのあたり。は、ちょっと待って、なんだこれ。これ発射したら逃げないとダメか。一撃死だ。やばすぎだろ。おい、ちょっと待って待って。弱点は分かった。あのケツだ。あれだけ、あの変なの発射したら逃げる。弱点らしきものいっぱいある。あ、これだ、これがやばいんだ。え、判定がめっちゃ早かったね。一撃死っていくらなんでも強すぎじゃね。おい、よしよしよし。え、ゼロ。ゼロってどういうこと。あ、ゼロ。
さっきの光ってたところに攻撃しないとダメってことかな。このゴーレムみたいな感じ。あとどこ光ってたっけ。また怒った。あれ、ここはダメージと、ダメージっていうか、おいおい、リスキルとか卑怯すぎだろ。この腕振ってると気持ちあんすか。あとちょっと、あとちょっと、うわ、マジかよ。こんな時に、せっかく倒した時に死ぬとか。はよ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 、あ、怒るのかよ。これで終わらせたい、これで終わらせたい。終わんないのかよ。終わらせたい。もうこれ押し切れるでしょ。無電とこも破壊したのか。これ体力減らない系。あ、死んだ。外へ。おお、すまない、世話になるよ。回復します。うん、で、ジョゼフのために脱出口を確保する。え、どうすればいいんだ。あっちへ行くのか。もう行こう行こう。あれ、ジョゼフ何してんの。なんともない、なんともない。まだ十分戦えます。回復します。これどうすればいいんだ。あいつらは無視でいいよね。知らない。ポーンに見捨てられた。これか。これは何だ。四年体のつぶやきが聞こえる。邪悪を知ったとき、しかしときすでに遅く、命で落ちた灼熱の炉からあふれし、エルフの魂輝きを浴びて王は竜に。こいつらを倒せばいいのか。よし、オッケーオッケー。
はい、ハインツ、ちょうどよかった。私を神殿まで連れて帰ってくれ。それはもちろん、この私と。ローガンとデュークにお任せください。世話になったな、年寄りの世話は終わりだ。では、神殿で会おう。ようやく帰れるのか。仕方ありません。油断は禁物です。血を見たくはない。はい、謁見の間に来ました。早速古文書で調べ上げたのだが、その記述によれば、アークの奥底の不可思議な仕掛けは命をエネルギーに変換する装置だ。そのエネルギーは我々が竜力と呼ぶものと同質同等だとされている。つまりその装置は人が竜となりうる発明なのだ。無論許されることではない。力だけは持っても人は竜にはなれん。竜ほど賢くも忍耐強くもなれないからな。器から溢れる力は破滅を招くのだ。レオはまだか？急ぎ相談したいことがある。あのアークを破壊する方法を見つけ出さねばならん。そして、まだなんか続くぞ。ジョセフ様、僕は反対です。破壊よりも利用することを考えるべきです。グラウス、それ以上は言うな。錬金術の復活を叫ぶ者をここに置くわけにはいかん。わしに意見をするのは構わぬが、あれを利用したいなどと二度と口にするな。どれほど魅力がある秘術でも、人を惑わす力には手を出してはならんのだ。ジョセフ様、なんだかまだ一腹ありそうな感じですね。ちょっともう少し装備を整えてから次のメインクエストをやっていこうかなと思います。というわけで、まあ今回のボスはね、これまでに比べれば簡単な方だったかな。ちょっと即死はあったけどね、さすがに1時間とかはかからなかったから良かったです。はい、それでは今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。